皆さんこんにちは。ここからの30分は農業と食が紡ぐ未来の時間です。パーソナリティは私森久美子です。よろしくお願いいたします。このコーナーは私たちが食べることを通して健康と農業の未来を共に考える番組です。今日はゲストに北空知の元気村夢の農村塾塾長の村上春美さんを迎えして、出会いは人生の種まきをテーマにお話をしていただきます。村上さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、若い時から存じ上げてますねなんてねご無沙汰しておりました。もう、ね、20年ぐらい前からね、多分お顔は知っていて。そうですね、そんなになりますね。変わらず、はい、いや、そんなことはないと思います。自分だけが老ける感じがしますね。いえいえいえ、そんなことはありません。人と会うと、今北空知元気村夢の農村塾の塾長と、はい、ご紹介したんですけれども、はい、お住まいは深川市なんですよね。はい、で元気村夢の農村塾は北空知一帯での、はい、あの市町村はないか、村はないですね、市長が はい、の方たちが会員で受け入れをやっている、はい、農業を体験するための交流の、はい、ネットワークですね。はい、そうですね。はい、で、まあ、どれぐらいの時期に始まって、はい、どんな思いでその設立した人たちは、なんていうか何をしたくてそれを立ち上げたのか、そのあたりの歴史からまず話していただけますか。はい、私は設立当時にはまだ在籍していなかったんですけれど、はい、設立から数年後ぐらいに、はい、あの仲間になって、はい、もう20年ぐらい経ちます。はい、で設立は、22年前の2002年になります。はいはい、で北空知といいますと、まあ、深川市を中心にといったら怒られるかもしれませんけど、深川市とそれから茂瀬牛町、はい、北竜町、はい、沼田町、チップ別町の1市4町が北空知。はいはい、でそこ の主に農業を仕事にしている方が中心になって、うん、あの始まったグループです。はいはい、農業してる方が中心にっておっしゃいましたけど、はい、農業じゃない方もいらっしゃるってことですか？ですね、はい、今会員が22名いるんですけれど、はい、あのまあ、一般の方というか農業をしていない方がお一人、あと、はい、去年から沼田町で林業をしている方がお一人仲間に加わってます。あ、そうですか。はい、で、まあ、一般 その農業をしてない方は、あの拓殖大学を、はい、社会人で卒業した後、あのやっぱりこういう、交流の都市と農村の交流活動が大事だよねっていうことをとても理解してくださる方で、はい、宅大の農場を使って受け入れをしていただいてます。はいはいはい、そういう方もいます。そうですね、はい、私は拓殖大学北海道短期大学の客員教授をさせていただいてるんですけれども、はい、で元気村夢の農村塾の、はい、人たちが来て、はい、こういう作業しましたみたいなのがアップされてる時があるので、そうですね、はい、そういう時は皆さんどこに泊まってるんでしょうね。ですね、まあ、22年も経つと設立当初からこの結構長い時間が経っているので、はい、社会情勢とかこうトレンドもこう変わっていくんですけれど、うん、あの設立当初は日帰りの農業体験が主だったんですが、そうだったんですか。あの、まあ、設立してから数年後からは、はい、ファームステイ、はい、農泊っていうのかな、はいはい、あの家に農家に泊まるっていうことの方が圧倒的に多くなっちゃってるんですよね。はい、なので、まあ、今も、年間去年だと10何回だったかな、15回ぐらいかな、まあ、いろいろ修学旅行、関西方面の高校の修学旅行生の1泊、うん、もしくは2泊 の、はい、あのファームステイを受けるんですけれど、はい、まあその
実、まあ、なんていうか体験するので、はい、生徒さん学生さんたち、はい、預かる農家によって体験できるメニューもきっと違うんですよね。そうですね、あの農業といっても、まあ、稲作を中心にしているところが主なんですけれど、ね、 それプラス、ね、あのハウスで野菜を作ってるとか、はい、お花を作ってるとか、まあ、路地で野菜を作ってるとかって それぞれ全然違うので、はい、あの例えば6月とか10月が、うん、まあ、受け入れする主なシーズンなんですけど、はい、どっちにしろ忙しい時ですね。いや忙しい時期ではあるんですが、まあ、皆さんとても楽しんで、はいはい、受け入れしてくださってます。まあ、ちょっと最初の質問に戻りますけれども、はい、すいません、いえいえ私が横道にそれちゃったね22年前に設立された時には、はい、その深川の、はい、私その当時違うラジオ番組やってまして、お話伺いに行ったことがあるんですよ、はい、その時はその北海道庁さんの方でふれあいファームっていう、今もふれあいファームっていう言い方、ね、看板でありますよね、はい、それの看板を上げて、はい、あの交流できますよっていうようなことを、はい、あのやり始めた時期だったんですね、はいはい、でその中のお一人が、元気村の、夢の農村塾の、はい、その当時の塾長になった方なんですね、はいはいはい、谷口さん、はい、谷口さんという、あのいう方だったんですが、はい、そこに行った時に、はい、もう本当にあのログハウスもあって、あそこでお話、ね、講話みたいに農家の話を聞けるようになってたり、はい、でそれを、はい、まあ、谷口さんたち当時の今から20年も前ですけれども、多分40代ぐらいだったんでしょうかね、あ、そうかもしれません、皆さん、はい、あの核になっている方、その方たちがそれをやろうって思ったのは、はい、やはり消費者に農業を知ってほしいっていう思いなんですか？そうですね、うん、あのやっぱり、まあ、農業を通して農村とか農業のことを触れてほしいっていうか知ってほしいっていうか、うん、でやっぱりそれを通してあの交流、人と人との交流をしていこうっていうことだったと思うんですよね、うん、はい、食べる側はあのスーパーでこう物を買ってそこにあるのが当たり前のように思ってるけれども、はい、その農作物を作る過程は知らないし、あのプロセスですね、はい、そういうのを見ていただいたらこう野菜やお米を手に取る時の気持ちが変わるから、うんうん、そういうことをこう地道に伝えていきたいっていうのがあったんだろうなと思うんですよね、うん、あのまあ、その家によっても違うんでしょうけれど、うん、あのまあね、あの一泊二日だととても長いようで、実際農作業する時間って結構短かったりするんですよね。そうですか、はい、あのバスが来る時間とかこう出発する時間 とかっていうことを考えると、まあ24時間だったかもしれないけど、実際じゃあ農作業をしようっていう時間は2時間とか、うん、そんな時間になってしまうかもしれないので、まあ家によって違うけれど、びっちり仕事するところもあれば、はい、まあ緩く農村でまったりしようみたいなお家もあるので、まあ、それはあ、そうなんですか、まったりゴロゴロしてるの、ね、いやゴロゴロはしないと思うすいませんゴロゴロはしないと思うんですけど、まあ仕事は1時間ぐらいやって、あとはあの田んぼとかこの農道、はい、農道を散歩しながら、はい、あなんか広々として気持ちがいいよねみたいな、そういうの空気感とかを感じてもらえたら、うん、そうですよね、はい、もうそれだけで私はいいかなって、はい、だからそう作業をみっちりさせる家も中にはありますけど、はい、あのうちはあの田んぼと畑ばっかりで、はい、まあ、そんなにね、あの仕事も時期的に忙しくなかったりするので、まあこのぐらいの仕事はやってもらって、はい、あとはまあちょっと農道そこずっと歩いて散歩してきていいよとか、あの何にもない例えば農道歩いてて、はい、コンビニもない、あと街灯も少ない、はい、いろんなことが新鮮なんじゃないですかね。いやそうだと思います、多分、はい、あの来る子たちはコンクリートの上でね、生活していると思う、あの土に直に触れたことがないんじゃないかなって思うんですよ。空が広いとか、はい、そうです、多分大阪とかね、ああいうところから来る子が多いので、まあ、住んでるところも住宅街だったり、はい、マンションだったりですると、コンクリートの土に
触ったことがないみたいな風なので、はい、あのまあ、私たちはねもう土とくっついた仕事をしてるようなものなので、うん、まあ農道も砂利道だったり、あ、うまく歩くのも困難だったりするじゃないですか。多分そうなんじゃないか、わからないけど、はい、で、あの中には、まあ、北海道の道ってまっすぐじゃないですか、はい、だからあの道路の真ん中で寝転がってみたりって、危ないけど、あ、そうですか、はい、そんなこともあります。逆に村上さんがそういうこう普段当たり前の、まあ、道の状態とか、はい、それを感激してくれたり、楽しんでる姿見たら感動しますね。いや、そう思います。あの本当に日常、うん、私たちにとっては日常なんですけど、はい、あの彼らにとっては非日常で、あの夜暗いっていうことですら真っ暗だとかって言って驚いてますのでそうですか、はあ、いや星が見えれば最高ですけど、うん、ちょっとねそればっかりは雲が出てあ残念だったね、また来てねみたいなこともあります。そうですか、はい、その修学旅行生のを受け入れてって、はい、修学旅行生は基本的に高校生ですか。そうですね、高校生、はい、まあ、高校2年生がほとんどで、はい、まあ、時々、うんと、まあ、中学生だったり、うん、まあ、いろいろ、あ、ちょっとイレギュラーといったらあれかもしれないです、まあ、基本的に修学旅行生なんですけれど、あの深川市との関係で、うん、あの台湾からの訪日教育旅行も、あのこれまで6年間のちょっとコロナ禍を挟んじゃってますけど、はい、あの向こうから台湾からの高校生も来たりしたこともあります。そうですか、はい、台湾の農業とはきっと違うんでしょうね。まあ向こうはもう熱帯ですからね。そうですよね、はい、向こうの修学旅行はこうものすごい生徒さんがいる中でこう、まあ、日本に行きますよっていう感じで募集をかけて、うん、まあ、ある程度こう30人ぐらいで選抜というか選ばれた、まあ、希望者が行くっていう格好らしくて、で、うん、だいたい過去の例を見ると12月とか2月とか、あ、冬の雪に、はい、雪経験したいんですね。はい、そうです。え、そういう時は農作業のあまり、はい、いわゆるオフシーズンになるんですけど、はい、どんなことを させたりお話し、除雪とかあ、除雪も大事な体験ですよね。あ、いや、除雪だ、雪自体がもう初めてなので、はい、除雪をしたり、まあ、雪原ですから、はい、冬は、はい、そこで、まあ、防寒着はちょっと定期を貸してもらって、うん、あの皆さん同じの持ってきているんですけど、うん、あの雪の中で転げ回ってたり鎌倉作ったりとか、はい、楽しんでいきます。じゃあ、あの体験してどうこうとか、はい、農業 その技術的なことを学ぶというよりは、はい、農村の生活を体験してほしいっていうことがメインなんですね。はい、農業体験と合わせて農業、はい、農村生活体験だっていうふうに私は思ってるので、はい、あのまあ、来ていただいて、あの地元の私たちと交流する、うん、だからどんな人と会うかもわからないんだよけど、なんか、あ、こういうおじさんおばさんがいるんだなみたいな、うん、はい、今日は、はい、米地そう、こういうおじさんおばさんが作ったお米深川米の、はい、これ米地っていうんですか。あ、米地っていう、あの深川米のキャラクター、キャラクター、何年か前にあのこういうぬいぐるみをあの作ってで、私も2個ぐらい買って、うん、ちょっと今日は見せたらみんな欲しいって言いませんかこれ売ってるのかな今、これカメラどこでしたっけ。 あれ米っちですで、お米を、はい、あ、朝泊まっていただいて、朝ごはんにお米ですね。例えば菓子パン出したりはしないです。いや、それはないです。いや、普段、お米、いや、うちはもう稲作農家なので、もう朝は決まってお米と納豆と味噌汁って決まってるので、あの子供たちが泊まった時もご飯とお味噌汁と納豆と、まあ、あとはあの、まあ、野菜と目玉焼きとウインナーと、はい、
海苔みたいな和洋折衷ですね。まあ決まったメニューです、はい、だけどその朝からちゃんと炊いたご飯を食べる経験をしてない経験というか、日常的に朝食抜いてるお子さんも今たくさんいるって言いますし、全然頑張って食べてくれますか？そうですね、大体皆さん食べてくれますけど、やっぱりあの大体うちだと朝食が6時半ぐらいねって言うんですけど、ちょっとね、中には朝起きたばっかりで意識不明みたいな生徒さんもいますけど、はい、でも私的には朝ごはんを食べない人はいい仕事ができないと思っているので、朝ごはんを食べない人はいい仕事ができない人、はい、だからまずいい仕事をしようとか勉強ができるようになる、なりたい人はまず朝ごはんを食べるというふうに。でそうやって言われたら黙って言うこと聞くんですか？あ、聞くかどうかは分かんないんですけど、まあ、頭の隅っこに残って何か、ね、あのこの先何かこうきっかけがあった時に、あ、そういえばおばさんあんなこと言ってたなと思い出してくれたら、まあ、それでいいかなと思ってますけど、はい、私は朝ごはんが一番大事なので、はい、あのちゃんと食べますけれどもいい仕事してると思います。ありがとうございます。あ、まあ、その成果がこの番組ですってよく言うね、はい、いや、あれ前の日に、あ、私の仕事だと、まあ、エッセイとか小説の締め切りの時に、はい、どう遂行してるうちに何か気に入らなくて、今週も1回月曜日だったでしょうか、あったんですけど、はい、終わったの3時半だったんですよ、そしたら、いや今酪農家は作業が始まったなとか、すごい落ち込んで眠れなくて昼夜逆転じゃないですかこれは、作家さんにはよくある話な気がします。情けないなと思うんですけどでも、まあ、年のせいかちゃんと決まった時間になったら起きちゃうので、どんな寝てなくてもあの夜間食はしてないから、朝ごはんはちゃんと食べれて、はい、耐えて、はい、まあ、結構なんか自分ではあっち痛いこっち痛いとか思ってるんですけど割と丈夫なのかなって仕方ないですか、はい、いや、やっぱりあっち痛いこっち痛いって年齢になって、いや、ありますよ、私もまだ若いからね、村上さんの場合は。いやなかなかいろいろ折り合いをつけないと、ね、なんないなと思ってますけど、はい、あのご自分の村上さんのうちに滞在された修学旅行生の、はい、ある一日はこんな感じみたいな、まあ、6時半に起きて、はい、どんな風にスケジュールを組んでらっしゃる？そうですね、だいたいあの午後2時か3時ぐらいにバスが来るので、うん、まあ、その集合場所に迎えに行って、うん、で、まあ、帰ってきたらもう3時4時ぐらいになってしまうので、うん、でその時間だと我が家的にはもう仕事は終わってて、うん、あの夕飯の時間みたいな感じなので、はいはい、まあ、荷物を置いて、まあ、自己紹介お互いして、うん、で、まあ、5時か5時半、6時ぐらいかな、 5時半ぐらいにはご飯食べるからって言って、うん、まあ、散歩に行かせることもあるし、あのちょっと野菜切るの手伝ってっていうこともあるし、まあ、そんな感じで、うん、あの夕食をそう1時間か7時ぐらいまで、うん、まあ、食べて、まあね、学校のこととか家のこととかいろいろお互い話して、うん、でその後お布団敷いて。敷くのは誰ですか？あ、みんなで手分けします。だいたい4人受け入れするので、はい、2人ずつに分かれて、うん、2人は布団敷き班、2人は茶碗洗い班に分かれて、であとは近くの温泉に、はい、まあ、みんなでというか4人と私が運転して温泉に連れていくと。で大体1時間か1、まあ、9時前には温泉を出て、まあ、9時ぐらいには家に着くような感じでしますけど、まあ、時々ね、温泉で他の班の子たちと一緒になっちゃって、はい、ちょっとなかなか帰れないまあ若いとそうですよね、盛り上がっちゃいますよね。いや、 やっぱり修学旅行は夜がね楽しみだと私は思ってるので、はい、まあ何時に寝なさいとか電気消しなさいとは言わないけど、まあ、はい、私たちも早く寝たいので、うん、静かにさえしてくれれば何時でも起きててもいいって言ってでも朝ごはんは6時半だからねって言って、はい、はい、あとはお任せしちゃいます。そうですか、はい、でそのいろいろな体験して3時か4時まで
に戻ってらっしゃるんですよね。他のところで体験したりして、はい、あと村上さんのところで必ずしもするわけじゃなくて、そうですね、いや村上さんのところでするんですか、村上さんが受け入れる時。そうです。メニューとしては何月だったらこんな感じみたいなのありますか。うちだったら6月だと、はい、大概6月の中旬過ぎぐらいの受け入れだと大豆畑の草取りとかが多いかな。しゃがんで草取ったことってない。いや、しゃがんでは取らないです。通って草取りの釜をそれぞれ持たせて、そんなにびっちり生えてるわけじゃないので、草を見つけたらその草取り釜でひゅいって、立ったまま、やるので、はい、数いれば、それなりに終わるっていう、役に立ってくれてるんですね。いや、労働してくれてます、そうですか。はい、毎年同じ学校から次々に次の2年生が来てくれる。そうですね、大体常連校さんはいます、じゃあ、感想文みたいなのって来るんですか。終わった時に私たちの方でそれぞれなんか書いてもらうペーパーも用意してるんですけど、はい、紙1枚なんですけど、はい、でそれと別に帰ってから皆さんカードだったり、はい、手紙だったりで、はい、とても美味しかったとか楽しかったとか、はい、また行きたいですとかっていう風なメッセージはもらえます。なんか印象深いメッセージってありましたか。印象深いメッセージですか。予想外のこと言ってくれたとか。はがきをいただいたことがあって、生徒さん本人から、その所定の様式じゃなくて、はい、で、この修学旅行がただこう見学するとかだけじゃなくって、はい、こういう人と人との交流をするっていうのが、旅行の良さなんだなっていう、ちょっと文言は忘れちゃいましたけど、っていうことを書かれてて、今ただ見るだけじゃなくて体験型の旅行が増えてるじゃないですか、はいはい、でそういうことを高校2年生の子が男の子が書いてて、はい、なんかちゃんとこの子は分かってるなって。だから単なるあっち行ったこっち行ったあんなものを見たっていうだけじゃなくて、あそこの行ったらああいう人と交流したとか一緒にご飯食べたとかっていう、その人と人との交流がすごい大事なのかなって思いました。 でもそれは元気村夢の農村塾設立した人たちの思いをそのまま継いでるってことですね、はいはい、そうだと思います。結局揺らがない信念みたいなね、そうです ねすごくあるんですね、はいはい、当初その設立の時にいたメンバーさんで、はい、今もいる方っていらっしゃるんですか。います、2人いらっしゃって、はい、お名前言ってもいいのかな。私はいいと思いますよ。東出修子さんっていう方と渡辺、はいはい、渡辺さんにはお会いしたことが、そうですか、拓殖大学の関係であると思います、そのそうですか。2人いらっしゃるのはとても私も心強いことで、そうですね、もうたくさん経験してらっしゃるし、そうです、すごくおおらかな感じの方ですよね。そうですね、はい、お二人ともおおらかですね。いや、その高校生を受け入れるっていうのは受け入れ側は、はい、どんなに若くたってその高校生よりは何十年も余計に生きてて、ね、一番短い人でも20年、はい、30年、年齢差があるので、はい、そのジェネレーションギャップっていうのは、はい、お互いにあると思うんですよね。そこを楽しいっていうふうにこう思い出になるっていうのは、そうですね、すごく素敵なことですよね、やっぱり若い人と話す、いや全然ね、はい、文化が違うのでわからないんだけど、はい、でもそれがなんか面白いなっていつも思います、今はこういうことにこの子たちは興味を持ってるんだとか夢中になってるんだとか、はい、こんなことが高校生の間に流行ってるんだとか、なんかね、それぞれの個性があるんだなっていうのを、感じますね、私たちの会員も個性があるけれど来る子たちももういつも違う、同じ、決して同じじゃないなっていうところに面白さが。で、何かこう自分とは違うなと思った時に、はい、自分の考えを言ったり、それは違うよみたいな、会話はしないんですか。それは違うよ、違うって人を否定するようなことは言わない。
私としては危険だったり、はい、絶対した私としてしてほしくないことは言いますけど、うん、はい、でもそれ以上は言わないし、うん、まあ一回言えばもうねあれだし、そんなに私は楽しく過ごしてもらえればそれでいいなって、うん、はい、で、いい思い出ができたらそれでいいかなって私は思いますけど、うん、なんかいろんなものをただの、まあ、例えば歴史的な建物を見るとか博物館を見るとか、はい、そういうことではなく、はい、その、まあ、一緒に人と一緒に、うん、まあ、農業、農村た、はい、の農業の体験をし、はい、農村に滞在して、はい、他の人の生活をしたってことが価値があるっていうふうに、はい、そのさっき言ってたおはがきくれたと、はい、まあ、高校生が それを言葉に出してわざわざはがきに書くって素晴らしい成長だし、もともと持ってるその表現力も、はい、あの豊かな、いや、そうだと思いました、ね、はい、嬉しいですね表現力がすごいあるんだなと思いましたけど、うん、 で, ね、でも表現しなくても感じてらっしゃる方もいっぱいいるだろうから、そうだと思います、表現してるイコール、はい、そのうん、感じてないわけじゃない、いや 表現してないイコール分かってないわけじゃないですよね、うん、そうだと思います、はい、そこをあの理解して、はい、その長い目で見て、まあ、次の世代の消費者を育てるって、はい、消費者を育てるというとその買ってくれる人育てるみたいに思って、なんていうかな、打算的に聞こえちゃうかもしれないんですけどスーパーで野菜やお米を見た時に、はい、あ、村上さんはこうやって言ってたなとか、うん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 、こんな風に、作ったからできてるんだなって、うんうん、その野菜がそこのに並ぶまでの過程を想像できたり、そうですね、そのことが農村に滞在する、はい、ことで一番知ってほしいことで、うん、ですぐまあ高校生ですからいきなり消費者っていうほど、うん、自分でお金稼いでるわけじゃないので、うんうんうん、でも一人暮らしして、うん、まあ、何年か経った時に、うん、まあ、顔が見える、いわゆる顔が見える、 あとは、まあ、例えば深川だったら深川って書いてるものを買いたい、はい、で本州の人がその深川だとかモセウシだとかそういう町名では買えないでしょうから、うん、はい、北海道産って書いた時に村上さんの顔を思い浮かべるとか、うんうん、はいはい、星空を思い浮かべるとか、はい、そんな風に なって、買う側も一緒に成長していっていただけな、はい、買う人としてもいただければいいですよね、はい、そうですね、はいはい、素晴らしい活動なので、これ大変な農作業の合間にその受け入れをするのは大変だと思うんですけれども、はい、これからもいいお仕事、お仕事っていうかな、受け入れ先であってほしいと思うのでよろしくお願いします、はい、若者を育ててください、はいはい、新しい仲間募集中です、はい、そうですね、会員がね、はい、少なくなったら困りますからね、はいはい、今日は北空知の元気村夢の農村塾の、村上春美さんをお迎えしてお話を伺いました、ありがとうございました来週もぜひお聞きくださいね。